どうも、クマと申します。本日もヴァンパイアサバイバーズをやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。現在、アチューブメント進行度237分の156というところで、かなり進んできたのかなと思います。本日も使ったことないキャラクターと行ったことないマップに行ってみようかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは使ったことないキャラクターなので、このエレノールってやつは使ったことないので使ってみましょうか。レベル10でスペルストリームを、レベル20でスペルストライクを獲得しますよと。で、レベル30でアカデミーバッジを獲得しますよというところで、全くわかりませんが、やってみましょう。で、行くマップは、これはなんだ？ユーダイモニア M。スペース間のスペース、何かの集大成か、それとも新たな始まりか。これやってみましょうか。行ってみましょう。はい。なんだこれ。これ、このキャラはどうやって攻撃するんや。なんだ、何時の道を教えてくれ。何時は苦労したか、それとも簡単に歩んできたか。割と簡単に歩んできたかな、今のところは。Too easy。グラシアの鏡を獲得。すべてのステージのハードバージョンにアクセスできますよと。終わり？あれ、なんか反転しちゃった。何これ。なんか終わったが反転しちゃったわ。じゃあ行きますか。あ、これ反転？あ、なるほど。反転モードが解禁されたってことなんだ。じゃあ行ったことないステージ、ここ行きましょうか。レリックも取ってないですし、ボスラッシュ、もう一回行ってみましょう。これ反転は治らないのかな？うわ、なんだこれ。あ、なるほど。こういうボスラッシュですよっていう感じか。でもこれ取りに行けないね、アイテム。とりあえず倒せばいいって感じ。あ、やばい。こいつの進化素材が何かわかんねえ。今更だから。まあ、ただなんかレベルが上がっていくとなんかアイテムを入手できるっぽいので。え、なんだこれ。どうしようかな。何を取ろうか。そしたらこれを取ってみようか。本編アドベンチャーを有効化する。あ、これはレリックか。で、これが武器か。これ武器っぽいね。オッケーオッケー。あ、武器増えたのはでかいじゃん。いや、結構なんか、何かのダメージを食らっちゃってる。あー、やばい、死んじゃった。ただ、アチューブメント1個解放。ボスラッシュで、アトラスゲートを獲得するを解放できましたね。ボスラッシュ辛いね。よし、それではもう一度挑んでみましょう。同じキャラクターでいけないかなというところですね。で、アルカナがオフになっていたので、ちょっとアルカナをオンにして、ボスラッシュ行ってみましょう。一応レリックは回収できたみたいですが、クリアはできてないので。で、アルカナをしっかり取って頑張っていきたいんだが、どのアルカナがいいかな。これは乗るのかな。乗らなそうか。なるほど。これは？これも乗らなそうかな。なんか今使ってる武器が S っていう武器なので、それが乗るものを使いたいですが、これも乗らないか。あ、この S、あ、これは乗るんだ。なるほど、なるほど。ただ、これはなんか全部乗りそうな感じだよね。で、ここは乗らなそう。うんうん。まあ、純粋にまずはあれかな。復活取りましょうか。復活取って、で、このね、ここのなんか変なのを引いてたんで、これはちょっと取らないようにしてみよう。
で、雑魚敵をまずは中心に倒していく。しっかりとレベリングをしていきましょう。よし。で、ここはリロールして、何がいいのかな。ただ回復は欲しい気がするんですよ。なんか火力が足りてなかったって感じはしなかったので。あ、副車いいね。副車取っちゃいましょう。で、割と魔法の杖もさっき良かった感じがしたので、魔法の杖も候補としてはいいんじゃないかな。で、ここは、あんまりトラップを踏まずに進めていきましょう。ワンチャン踏まない方がいいのかもしれない。オッケーオッケー。ここはマナの歌取ってみても面白いかもしれない。で、リロールして、あ、王冠取るのもありか。まあいいや、聖なる風取って。まあ、無知は取っていきたいですね。かなり HP 厳しかったので。まあ、雑魚敵もしっかり、まあ、雑魚敵を優先的に倒した方が、なんか今回は良さそうな気がしますね。いて、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 死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。魔法の杖取ってみます。もういきなり HP がなくなっちゃって。これで雑魚敵をまずは倒して、しっかり経験値を上げていきましょう。雑魚敵がね、経験値をくれるので。雷指はどうだろうなぁ。なんか生き残るって意味ではいらなそうな気がしますね。あ、時止めとかも悪くなさそうな感じがしますね。無知がちょっと欲しいんだけど、いけないか。いけない。あ、引けたな。素晴らしい。これであと武器枠1を埋めときたいので、まあ、鎧取るルートもありですね。まあ、ここ狭いので、ルントレもなかなか良さそうな気がしますね。で、雑魚をこんな感じで殲滅する力もあるので。OK, OK. あ、命の器いいね。で、これ全滅はなんか、途中で出てきた死神用に取っておきましょうか。OK, OK. 雑魚敵をしっかり倒していく。で、この炎は取っちゃっていいかな。あ、お肉ですね。素晴らしい。これちょっと入れ替えなきゃいけないので、これは取っちゃいましょう。で、雑魚敵を倒しちゃいましょう。で、武器が湧きましたね。これは取っていいかな。OK。硬いね。宝箱でね、5連とか。が来るとかなり大きいんですが、そこはちょっと引けませんでした。あとは王冠取るとかもありなのかな、結構。うん、王冠取ってもいいかもしれないですね。経験値がなかなか吸えないので、これで一応進化素材は全部手に入ってるはずなので、まあカースとかはちょっと取ると厳しいから取らないとしても、王冠ありかもしれないですね。あ、雑魚敵は倒したい。できれば全滅をなるべくキープするみたいな形。あー、消えちゃってないか。大丈夫だ。あそこに全滅がありますよと。うん、一連だけか。まあ、ただマナが上がるのは OK。お肉取っちゃいましょう。
お、ここでも全滅来たね。2個全滅が今ある状態になりましたよ、多分。ゴールド袋がいらないので取っちゃいましょう。なるべく雑魚を倒していきたい。まあ、まだ進化は先なので、ちょっとこの辺で。これは聖なる風を上げときましょうか。うん、雑魚敵もちょっと硬くなりつつありますね。オッケー、おいしょ、おいしょ、おいしょ。で、途中からかなり歩きづらくなるので、それまでになんとか無知を進化させたいんですが、いや、王冠取る選択肢ありだったな、もっと早めに。これは命の器で、ちょっと最大 HP 持っときましょうか。このボスラッシュ、かなり経験値が少ないですね。オッケー。雑魚敵も倒せてるので。一連ばっかりか。ここはスペルを上げるしかない。ちょっとこのキャラが、多分キャラクターレベルが上がると、まあ徐々に強くなっていく感じのキャラクターなのかなと思うので、あんまりこことは相性悪いかもしれませんね。このマップとは。まあ、とはいえ、火力も結構高めで、面白いキャラクターではある。さあ、宝箱がドロップ。やっぱ一連固定なのかな、このマップもしかすると。これは魔法の杖とかにしとこうかな。まあ、対ボスに対しても魔法の杖は結構強いと思うので。相性がいいんじゃないでしょうか、割と。経験値を吸いたい。で、ここは無知かな。OK、アルカナゲットですね。あ、アルカナじゃないんだ。あ、OK。アルカナゲット。で、何がいいかと言われると、これ取ってみようか。発射プラス1。まあ、ティラギスのアルカナ取ってるので死にくくなってはいるので、なんとか生き残りたい。わ、もう雑魚敵も結構硬いっすね。わ、これ王冠だったな、マジで。マジで王冠だった。まだ10分前なので、この辺は取っていきましょう。最大 HP がアップと。魔法の杖を上げましょう。いてて。ちょっと全滅取るのはもったいないか。これは無知をアップさせましょう。いいっすね。雑魚敵も枯れてるので、ちょっとずつではあるものの、まあ、経験値が拾えてる状況ですね。さあ、で、カニが出てきて、カニは早めに倒したいんだよな。ちょっと当たり判定がね、カニはかなり大きいので、かなり怖い。トローナか。トローナありか。トローナありか。いや、なしか。ちょっと見送ろうか。
マックスレベルまで行くと確か呪いが発動するみたいなアイテムだったと思うので、まあマックスレベルまでは上がんないと思うんだけど、ちょっと怖いのでここはスルーしましょう。で一応お肉を食べといて、さあだんだん動きづらくなってきましたね、この辺から。なるべく端っこにいないようにしたいんですが、カニがね結構厄介ですね、こうなると本当に。いたた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 、なかなかカニが倒せないっすね。カニを早めに倒したいが。OK、ムチアップは嬉しい。5レベル。ムチがこれで6レベル。おお、いいね。ムチが徐々に上がってきている。で、これは取ってもいいかな。ベルストライク。かなり攻撃手段は多くなってきてるので、いい感じにダメージは叩けてる気がしますが、とはいえ、あ、カニ死んでくれたね。 OK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  鎧アップ、まあ悪くはない、まあ、防御力を固められることはそんなに悪いことではない。コインか、でも前回よりも全然経験値自体は据えてる気がしますね。これは聖なる風、一応上げときましょう。ただこのさ、画面外にあるアイテムはどうやって引っ張ればいいんだ。さあ来ましたね。こっからがかなり移動がしづらくなるターンになります。うん、これは魔法の杖かな。なるべく端っこで発動させればいいのか。進化はなしですよね。お、アルカナでかいですね。何か良さそうなアルカナがあるかなと。クリティカル2倍か。それだったら、これを取ってみるのもありか。オッケーオッケー。これ誘導すれば結構いけそうだな。あ、雑魚敵が湧いてこないね。でもこのキャラクター武器が多いおかげで、なんか結構意外といい感じかもしれない。マジさあここでまあいろいろ出てきてますが、しまった、危ない危ない。これ一回抜けちゃおうか。この死神倒したいね。ちょっと敵の全滅の使いどころが分かんないね。ここら辺はもう使っていいのか。ちょっと引っ張って使っちゃおうか。死神の全滅。狙いましょう。オッケーオッケーオッケー。青の死神だけはちょっと巻き込めなかったけれども、邪魔くさい死神は結構倒せたので。
さあ、ゴーレムが来ましたよと。ああ、これ青の死神巻き込んで殺せないと厳しいか。ちょっとまずいか。かなり歩きづらくなってきてる。おお、あっぷね。これ抜けちゃおうか。うわ、まずいな。これ一回全滅使っちゃおうか。うわ、全滅がない。ソウル取って。これ、無知進化まで取っとかなきゃダメだな。うわ、全滅取ったの安直だったかな。これマナ取って。まずい。青い死神がやばい。これはまずいな。無知あと1か。うん、あと1か。いけるか。結構ギリギリになってきてしまった。この青い死神倒せないのかな。あー、ここで引けなかったのは痛いか。今のところで引ければね、ちょっと回復手段ができたのでワンチャンありそうだったけど。いや、この死神やべえな。はい、てお、倒した。いや、これもうワンチャンかけるしかないか。いや、ないか。そうだよね、そんな簡単にはいかないよな。これ青の死神対策をしっかり残しとかないと厳しいやもしれません。こっからは楽に勝てる戦いじゃなくなってしまった。まあ、青の死神も倒せないしね、言うて。いやー、死んでくれないか、青の死神。だー。いや、まだ諦めるわけにはいかない。引けないね、とことん引けない。うわっ、あっ、なんだあれ、終わり。これあっ、どうやらボスラッシャー15分クリアみたいですね。ということで、なんとかボスラッシュクリアすることができましたが、これちゃんとね、青の死神対策を取っとかないと厳しいのかなと思います。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。Come along, grab your controller, get ready to belong.